おはようございます。5月15日、日曜日。はい、今日は日曜日なので、教会に向かいます。はい、親戚のうち到着。はい、親戚がね、3人目の赤ちゃんの出産に向かいました。またね、後でミッチーの申請状のね、服を病院に届けに行きます。ねえミッチーね、もう着れないもんね。帰ってきました。ずっと今日はご機嫌さんでしたね。5月16日月曜日、おはようございます。ココナッツ、あー美味しそう。オーダーしました。いただきます。チキンオイル、店舗でもねガーってご飯にかけて食べます。いただきます。うん、美味しい。お野菜買いに行きます。はい、お野菜買いました。ちょうどね、仕事終わり5時ぐらいで、すごい活気があります。移動式の遊園地がもうちょっとでできそうですね。また遊びに来ようと思います。はい、帰ってきました。うちは寝てます。家が近づくと起きました。おはようございます。5月17日火曜日、ニワトリ。はい、朝ごはんは奥さんが作ってくれたね、ギナタングライという野菜のココナッツ煮込みスープ。美味しそう。もうね、最高に美味しい。ココナッツの香りが広がって、最高。はい、夕方になりました。またお散歩です。ミチ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 、すごい奇跡。このね、ホットポットスープセット、気分おでんのねセットが600円で売ってました。高いけど買っちゃおうかな。美味しそう。おでんのスープはあるんですが、おでんの具がね全然なかったので、イエイ、買っちゃえ。おはようございます。5月18日水曜日。この手につける手袋みたいなやつの、ここはゴムになっててね、ガジ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 できるやつ。はい、友達の AJ 君とスケートパークに行きますが、絶対雨降りそうな雲。雨降らないで。大雨、最悪です。スケートパックびしゃびしゃで滑れません。ショック。2回もね、盛大にこけたので危ないということで、この橋のねザラザラした地面のところでちょっと練習します。おはようございます。5月19日木曜日。はい、洗濯、雨降りそうですが洗濯完了。はい、前買ったね、気分のおでん鍋セット、中見てみようと思います。これで700円ぐらいしましたね。うわ、がんもどきかな。ちくわぶっていうのかな、これ。ちくわもあって、ごぼ天かな。これなんだろう、ごまの練り物、魚、はんぺんもあって、下に。お、結構いろいろ入ってる。で、おでん汁の素。おでんの出汁はね、たくさんあるんですが、まあ入ってるのか、これを使って食べようかな。やった、いただきます。はい、ということで、とんでもなく美味しそうなおでんができました。普段実家のおでんではね、こうはんぺんとかは食べないので、え、はんぺんってこんなに膨らむんだとかね、フィリピンで初めて知る。この練り物もめっちゃ美味しそう。奥さんとワケワケして食べようと思います。ん？何これ、すげえ食感がなんかほぼない。何？泡みたいな、すごい。
これごまの練り物かな。おいしい。いいタコだ。タコの練り物。最後。ゆっくりいただきます。お散歩、お買い物行ってきます。奥さんがコロッケ作りたいって言ったんだけど、じゃがいもとか、キャベツ、お好み焼き用とか、パンとかいろいろ買いました。はい、奥さんはおやつにセブンイレブンで揚げパンのツナ入ってるやつを買いました。どうぞ。いただきます。おいしい。5月20日金曜日、おはようございます。はい、友達の家に前借りたレインコート返しに行きます。はい、友達の家でレインコートを返しました。次は、バイクのレジストレーション登録ですね、年に1回あるやつの会場に向かいます。ちょっとね、バイクの登録するところがかなり混んでたので、先に豚小屋へ向かって、また帰りに寄ってみようと思います。自然。ここは、あなたの年じゃないよ。かっこいいトカゲかな。陶芸のオスの鶏の喧嘩。うわ、こっちで有名なね、賭けをする闘鶏では、このシャモっていうのかな、闘鶏の鶏の爪に毒のね、刃をつけてそこに毒を塗ってね、どっちかが死んでしまうまで戦うっていう賭け、闘鶏っていうギャンブルがありますね。まあ自然にこうやって戦ってる分にはね、まあ死んでしまうこともありますが、ほとんど死なないんじゃないかな。アヒルの子もいっぱい孵化してる。よかった。ダニエルが熱あるということで、ゲーターレード差し入れ。はい、バイクを登録する会場に向かって向かいます。はい、会場到着。ここでね、まあ排気のなんかチェックして、あとはなんかエンジンナンバーとか確認してかな。45分ぐらい待って自分の番来ました。ナンバープレートを書き直してくれてます。合計が4400円ぐらいでしたね、で 2,3 週間後にまた紙を取りに来て登録完了。はい、ちょうど1時間ぐらいで終わりましたね。まあ7組待ちぐらい、タイミングが良ければ、10分ぐらいで終われる感じでした。また、はい、2、3週間後来ます。じゃあ家帰ります。帰ってきました。